競馬を愛してやまない皆さん、こんにちは、ドベルチャンネルです。今回は3歳重賞、ラジオ日経賞について、血統というファクターで後押しをしていきます。まあ、ダービーに出れなかった馬たちの懇親会というね、まあ、そんなレースではないです。まあ、昨年はエルトン・バローズがここを勝利した後に、毎日王冠で、ソングライン、シネルマイスターに勝利。で、他にもこのレース2着だったパンサラッサや、フィエルマン、まあ、その後の活躍というのは皆さんもよく知っていると思います。ここで結果を残しておくということは、もう先々を見ても大事になりますので、まあ、きっと熱い戦いが見れるんじゃないでしょうか。で、血統ってなかなか難しいと思って遠ざけてしまっている方、それで構いません。ドーベルチャンネルの動画をご視聴いただければ、まあ、データであったり、まあ、時には過去の名馬たちからヒントをいただき、どんな時にその血統が能力を発揮するのか、まあ、そのレースにおいて最適な馬をご提供いたします。まあ、血統面白いと思えるような内容となっておりますので、初めましての方ですね、ぜひチャンネル登録いただき、今後の動画も合わせて楽しんでください。で、このレース、枠順確定後の、ドーベルチャンネルの推奨馬につきましては、競馬予想プラットフォーム、馬券の見方にて見解付きで公開をいたします。まあ、どなたも無料でご覧いただくことができまして、このレースだけでなく、その日の全レースの中から厳選した推奨馬、予想の後押しになる情報を手に入れることができます。動画下の概要欄に馬券の見方の URL、これね、載っておりますので、まあ、そちらからご登録いただいて、競馬予想、週末楽しんでください。それでは見ていきましょう。まずは過去5年このレースの傾向ですね。馬券になった馬のフォーラインからご覧いただきたいと思います。こちらですね。まあ、こちら皆さんね、眺めてみてください。まあ、傾向としては、この深緑のロベルト系ですね。まあ、フォーラインにロベルト系の血を持っている馬、7頭いました。まあ、今や中央コースのキレやスピードが求められる舞台では、まあ、なかなかね、こう活躍の場が少なくなっているというのもありますけれども、まあ、ローカルコースではそういう中央コースに強い血統が持ち味を出しにくい。で、あとは、まあ、ロベルトの強み、まあ、小回り適性の高さというものもありますので、特に福島、これはロベルトが相性いい舞台です。で、あとですね、まあ、5台内に持っておきたい注目血統としましては、こちらピックアップしました。まあ、ロベルトとノーザンテイスト、これは、馬力の土台としてここで輝きます。で、そこに加えて、まあ、ニジンスキーやボールドルーラーといった、まあ、奥に入っていることでスピード、これを支えてくれております。まあ、これに限らずですね、小回り適性や馬力とスピードといったバランスを持っている馬には注目です。ということでね、まあ、簡単ではありますけれども、以上の傾向を抑えながら、ここから今年の出走馬について、まあ、抑えておきたい馬や、人気馬で疑問符のつく馬についてお話をしていきたいと思います。注目馬1頭目は、アレグロブリランテです。スプリングステークス2着から皐月賞へ。まあ、皐月賞はではね、まあ、結果こそ出せませんでしたが、またね、こう、秋に向けてここで結果を出しておきたい1頭ではないでしょうか。で、父ディープブリランテは昨年勝ち馬のエルトンバローズと同じになります。ディープブリランテという馬は、まあ、ダービーを制した馬です。で、まあ、特徴としては、まあ、時計のかかる馬場が得意で、まあ、国内では6戦、そのうち3戦が八重も以上の道割るでしたが、まあ、馬券を外すことなく安定して決成績を残しておりました。で、あとは、まあ、気象面などの兼ね合いもありましたけれども、先行力のある馬でしたね。3区もエルトンバローズやセダブリランテスなど先行力の高い馬。で、あとモズベッロや、ナムラドノバンといった道割る校舎。まあ、これらがディープブリランテの成功パターンとなっています。で、アレグロブリランテは、まあ、先行できる馬で、3走前には不良馬場で2着と、まあ、道割るでも、成績を上げています。まあ、3区としてしっかり強みを活かせているという点はいいですね。まあ、道ある適性を後押ししているのが母父のフレンチデピティ。まあ、母の母父ロベルト系のリアル車代。まあ、一番いいのはですね、まあ、雨が降ることで、まあ、馬場が渋れば無条件で買いという評価ですね。で、母父のフレンチデピティは、まあ、ディープインパクトと相性のいい血統ですし、ロベルトを持つディープブリランテ3区には、まあ、エルトンバローズ、でセダブリランテス、ナムラドノバンと、まあ、3区を代表する馬たち、これね、持っている血統ですので、まあ、古代の血統というのは非常に、いい馬です。まあ、あとはババアですね。まあ、開幕中の時計の出るババアでは、横の比較で劣る可能性はありますけれども、それでも、まあ、印を落としたとしても馬券には入れておきたいと考えております。続いて紹介するのは、ウィンマクシマムです。前走青葉賞では3番人気の支持を受けました。まあ、結果こそ5着でしたが、コンマ2秒差。今回実力は上位の1頭です。で、父北サンブラック、母父ロージズインメイという血統で、ヘイローの小回りの適性。
これはね、まあ、福島、非常にハマる血統です。で、2020年8番人気でこのレースを勝利したバビットも、父サンデーサイレンス系で、母父ヘイローの血を引く待機シャトル、まあ、先行力も高く似たようなところあります。で、ウィンマクシマムはそこに母の母父グラスワンダー、まあ、グラスワンダーといえば有馬記念を2度勝利で、宝塚記念勝利と、もう小回りコースめちゃくちゃ強いです。で、さらに母犬にグルームダンサーですので、底力は十分、まあ、父と母父の先行力と、まあ、母犬の底力、まあ、これはこれまでのキャリアでしっかり出ている、まあ、ウィンマクシマムはもうこうね、素晴らしい馬だと評価をしております。で、あと姉にはウィンピクシス、まあ、福島ヒンバステークスの3着馬がいます。で、金層のパフォーマンスとしては2走前のユリカモメ賞、まあ、逃げてそのまま押し切ったというレースでした。もう押し切ったというかね、まあ、この馬の持続力についてこれる馬がいなかったみたいなね、まあ、感じには思いましたけれども、で、これはまあ東京がいいとかではなく、勝負どころでの加速力、もうこれが生きる舞台こそ今回だと見ております。まあ、前走青葉賞では大逃げを打った、パワーホールの離れた2番手、ただまあそれも3番手を離しての、番手ということで、まあ、ウィンマクシマムも逃げているような形で展開しました。で、結果は差し決着となりましたけれども、最後の最後まで粘りを見せました。まあ、能力の高さもメンバートップレベルにありますので、まあどうでしょうね、単勝3倍とかつけば、まあそれだけでもしかしたらね、まあ美味しいと言える、まあそんな一頭じゃないでしょうか。まあ現状本命候補という評価をしております。続いて紹介するのはサトノシュトラーセです。まあ、この動画撮影時点では、想定1番人気の支持を受けております。まあ、前走青葉賞では4着、まあ、先に紹介したウィンマクシマムよりも上の着順を確保したことも、まあ、現状のオッズに反映されているかもしれないですね。で、血統は父ジャスタウェイで、母はドイツオークス3着の実績を持つ、ワンダーオブリップスです。デインヒルとロミタスっていうのは、まあ、一つこのドイツ血統の成功パターンで、まあ、他にも凱旋門賞馬デインドリームや、あとドイツオークス馬サロミナもこのパターンの配合です。で、それぞれその血を引く馬もね、一緒に今ご覧いただいてるんですけれども、こうして見ると、サリオスでサラキア、ルージュエヴァイユ、まあこれみんな直線の長い舞台の方が強い馬ばかりなんですね。で、サトノシュトラーセは父ジャスタウェイですから、まあのルージュエヴァイユによく似ています。まあ、今回福島芝 1800m というのは、まあ、舞台は小回りですから、まあ、ちょっとこれ適正あるとは言いにくいぞと。で、同じ 1800m でも東京の方がね、もう圧倒的に高いパフォーマンスを出すはずです。で、あとドイツ血統というのは、まあ、スローからの上がり勝負に強い側面もありまして、サトノシュトラーセが、まあ、これまで勝利したレース2勝というのは、まあ、どちらも前半 1000m 62秒後半というスローペースでしたからね。まあ、さすがに今回のメンバーでそんなペースにはならないでしょうから、まあ、よほどのハイペースになって前が総崩れで、展開向くだろうという可能性はゼロではないにしても、まあ、コースも、広いコース向きですから、まあ、持ち味が活かせないという意味では、まあ、人気も加味すると手を出しづらいです。まあ、買っても紐の一頭、まあ、僕はね、まあ、正直もう馬券には入れなくてもいいかなという評価をしています。まあ、今はちょっとね、こうローカルコースで苦しい時期かもしれないんですけれども、まあ、秋に東京、京都に変わったタイミングで勝負したい馬ということで追いかけていきたいです。その他押さえておきたい馬まとめてご覧いただきます。まずジュンゴールドですね。エピファネイア×ゼンノロブロイ、まあ、この配合は基本中山とか、まあ、馬力を要する舞台に強くて、まあ、今回舞台は悪くないです。で、ただまあポジションが後方からになってしまう馬ですので、まあそこはちょっとこう狙いづらいかなというところはありますけれども、まあただまあ血統がいいので、まあこの人気であれば紐とかで買っておいてもいいかなという評価です。で、あとヤマニアドホックは、ノベリスト、ダイヤメジャーという重厚なタイプで、まあノベリストをね、まあ小回りではちょっと狙いづらいところもあるんですけれども、まあこの馬自身は前走中山で勝利を挙げています。まあ、ノベリスト3区といえば、ブレイクアップや、コスモカレンデュラのような、まあ、先行できる馬もいまして、まあ、前向きさと言いますかね。まあ、走る気持ちはね、もうめちゃめちゃあるんですけれども。ただまあ、足が遅いっていうね。まあ、でもこのヤマニーアドホックは、まあ、父、母ともに奥にはカロとか、プリンスリーギフトといった、まあ、ナスルーラのスピード、持続力が豊富ですので、まあ、先行力の多いメンバー構成でペースが上がっても問題なし、まあ、自力はメンバートップクラスですので、まあ、面白いんじゃないかなと、まあ、この馬もオッズを見て狙いたい一頭です。はい、ということで、まあ、今回紹介した馬たち、これらの馬になりますけれども、まあ、予想の肝としましては、まあ、現状ですね、本命候補はウィンマクシマムとしているんですけれども、まあ、サトノシュトラーセを買わないというのがね、まあ、一つ肝になるかなと思います。
で、ということでね、まあ、最終的な推奨馬につきましては、馬券の見方にてご確認ください。今回の動画、参考になりましたら、高評価ボタン。で、さらには皆さんの注目馬など、見解もコメントにてお待ちしております。はじめましての方、ぜひチャンネル登録いただきまして、次回以降の動画も楽しんでください。で、あと動画だけでは語りきれない内容を、YouTube メンバーシップ、で、さらには X にて発信をしております。まあ、競馬予想の質を上げたいという方、動画下概要欄からぜひチェック、フォローお待ちしております。ということで本日の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。それでは失礼します。